ロバート・タフト、1939年1月19日撮影。ロバート・アルフォンソ・タフトは、アメリカの政治家、オハイオ州下院議員、連邦上院議員。上院では、多数党院内総務を務めた。所属政党は、共和党。父は、大統領、最高裁判所長官、陸軍長官を歴任したウィリアム・ハワード・タフト。上院議員。 会員議員を務めたロバート・タフト・ジュニアと外交官のウィリアム・タフト3世は子。孫は元オハイオ州知事のロバート・タフト3世。一般に上院市に残る結出した上院議員と考えられている。ロバート・タフト・オハイオ州シンシナティで生まれる。父と同じくイエール大学を卒業し、ハーバード大学のロースクールを1913年に修了した。その後、 彼の故郷であり、タフト家の本拠でもあるシンシナティに戻り、弁護士活動を開始する。第一次世界大戦中には、食品医薬品局のホーム担当スタッフとして勤務した。この時の彼の上司が後に、商務長官、大統領を務めるハーバート・フーバーであった。1921年、タフトは、オハイオ州会議員に当選し、政界入りを果たす。 オハイオ州会員では議長まで上り詰め、1932年にはオハイオ州上院に活躍の場を移した。1938年には上院議員選挙に立候補し、当選を果たす。以後3回連続で当選を果たす。1944年には任期1期目であるにもかかわらず、上院共和党ナンバー3の上院共和東京議会議長に就任した。 タフトは、その出自から、ミスター・リパブリカンの異名を取った。彼は、共和党内の中西部派、旧保守派のリーダーもしくは代弁者とみなされた。また他の中西部出身の議員と、同じく、孤立主義者であった。第二次世界大戦においては、中立政策の支持者であり、真珠湾攻撃までその立場を変えなかった。 真珠湾攻撃後も、同じ中西部のミシガン州選出のアーサー・バンデンバーグ上院議員が、冷戦政策形成の立役者となったのとは、対照的に孤立主義的なスタンスを維持した。また、第二次世界大戦の戦後処理として、ナチス・ドイツの関係者を裁くべく、行われたニュルンベルク裁判を、法の不訴求を犯す、勝者の裁きに他ならないとして批判した点は、 当時の世情を考えると注目に値する。第二次世界大戦後はトルーマン政権のフェアディール政策に真っ向から反対した。共産主義勢力の進出が懸念される中、1947年にはワグナー法を修正し、労働組合の活動の一部を規制するタフトハートリー法をニュージャージー州選出のフレッドハートリー会議員と共同提出した。 1952年の選挙で、共和党が上院で多数を握るとタフトは、多数党上院院内総務に就任したが、それから間もなく、1953年7月31日に死去した。タフトは大統領を目指し、再三共和党の予備選に出馬した。最初の機会は1940年であったが、この時は、ダークホースであったアウェンデル・ウィルキーの前に敗れた。 1948年にも再び挑戦したが、今度はトマス・デューイニューヨーク州知事が、党大会での3回の投票の末、指名を獲得した。1952年には今度こそ、指名を獲得するものと思われたが、途中で立候補したドワイト・アイゼンハワー元帥に、敗れた。タフトの死後、1955年7月に、アメリカ議会は、 ロバート・タフト記念碑の設置を決議した。記念碑設置の財源は寄付とされ、100万ドル以上の寄付が集まった。1959年3月12日に、上院はタフトを含むヘンリー・クレイ、ダニエル・ウェブスター、ジョン・カル・フーン、ロバート・ M ラフォレット・シニアの5人の上院議員を選び、偉大な上院議員としてその肖像を、上院のレセプションに飾った。この5人は、 フェーマスファイブと呼ばれる。ジョン・ F ・ケネディ上院議員は偉大な上院議員を選ぶための特別委員会に属し、またその著書、勇気ある人々でもタフトを取り上げるなど、政治的立場を超えてタフトを尊敬していた。内藤洋介、大統領になり損なった男たち中高新書、2008年9月10日、発行。ありがとうございます。